はい、それではファインダーの設定について行っていきたいと思います。ファインダーね、一番使いますから、えー、それぞれ好みの使い方でいいかと思いますけども、私の場合はこうという形でご理解いただければと思います。えー、ファインダーはこちらですね、いわゆるフォルダというものになるかと思います。えっ、ー、と、主にこのサイドバーと中身という形になるかなと思うんですけども、す、え、べ、ー、ての設定はこのファインダー開けた状態でこちらですね。 ファインダーの環境設定から設定を行うことができます。で、えー、まず私は、そうですね、一般から順番に見ていくと、うん、とまずは一番最初に開いたときに、とりあえずデスクトップをよく使うので、デスクトップにしたいなと思います。こうすると、えー、と新しいファインダーを開いたときにデスクトップが開くという形ですね。で、えー、デスクトップには、この、ここの部分に何を表示するかみたいな形なんですけども、ハ、えー、ードディスクを表示する。 いやーしなくてもいいですね。何もなしでいいかなと思っています。はい。で、えー、タグ。タグなんですけど、私はほとんど実は使いません。えー、なので、サイドバーに置いて、うんと、消すとこを消していきます。サイドバーね、ここでね、消したり増やしたりできるんですけども、最近の項目も実は全然使わないんで、一旦全部消していきますね。アプリケーションを使います。デスクトップも使います。書類、ダウンロード、ムービー。この辺はもう、ご自身でお好きなようにということですね。 クラウドも実は私は使わないので、えー、そしてここですね、このメガネ9988って書いてありますけども、これあの、ホームディレクトリというか、パソコンの一番上というか、えー、この辺はちょっとよく使うので置いときます。わざと置いてます。で、あとはパソコン、これですね、ハードディスクとしての内容、ここですね、これも使いたいので置いときます。なぜかね、私のパソコン、名称に設定っていう名前になってて、<laughs> ハードディスクのフォーマットの時に。 感じがこうなってししままいましてねもうちょっとまともな名前にしたらよかったなと思ってるんですけど、まあよしとしましょう。タグはいらないんでタグは全部消します。はい。えっと、こんな感じですね。はい。えっと、ディスクトップも、まあなんせとりあえずシンプルにやっておきたいなというのが私の使い方です。はい。で、あとは詳細に行くと、 えー、拡張子を表示するか否かっていうのがありますから、すべての拡張子はとりあえず表示しておきます。まあ、制作者でしたらね、えー、このファイル何の拡張子かっていうのは出といて損がないので、えー、拡張子を表示しております。で、あとは、あの、隠しファイルっていうのがあって、こちらはまだ全然必要じゃない方は必要じゃないかもなんですけども、えー、コマンドシフトドット、コマンドシフトピリオドをクリックすると、このように隠しファイルが全部出てきます。えー、これは私は、 ドット SSH とかね、公開鍵とか使うときには常に隠しファイルを使いますので、このあたりは表示をするようにしております。コマンドシフトドットで、隠しフォルダが全部ファインダー上にも表示されるということで、ご理解ください。あとは、なんかこのね、リストで表示したり、このカラムで表示したりっていう内容、あとはアイコンがありますけども、 ほとんどはカラムですかね。で、リストはこのサイズ別で並べ替えたいとか、更新微順で並び替えたいというときにはリストを使うという感じにしています。ファインダーはこんな感じ。アプリケーションでね、ここの中身にこういうのを乗っけられるとかいうのがあるんですけども、これはまたその使うときにご紹介しましょう。まずはファインダーの基本設定でした。